総合格闘技世界最高峰の舞台 UFC。 加速度的に競技レベルが上がる修羅の戦場において、近年日本人トップファイターは思うような結果を残せず、上位に食い込むことはおろか契約を勝ち取り参戦することも難しくなってきました。そんな逆風の中にある2022年現在、日本のファイターたちは世界への挑戦を諦めることなく、狭き門をこじ開けて UFC の舞台にたどり着いた選手がいます。それが令和のワンダーボーイこと木下優作選手です。今回は UFC との契約を勝ち取り、これから神の階級と呼ばれるウェルター級戦線に殴り込みをかける若き新星木下優作選手のファイトキャリアを紹介していきます。木下選手は2000年8月21日生まれ、大阪府出身。当時は K-1 プライドを中心に格闘技ブームの真っただ中、特に総合格闘技においては日本が世界の中心の時代でした。木下選手のバックボーンは6歳から16歳まで習った空手。母親から好きな習い事を一つやっていいよと言われたことをきっかけに、近所にあった青道会館に入門します。始めた頃の記憶はあまりないそうですが、後にプロレスラーにもなる兄がプロレスが好きだった影響もあり、コンタクトスポーツに興味を持ったのではないかと語っています。しかし空手時代の実績は飛び抜けたものではなく、大会での入賞経験も一度のみ。怖い、遊びたいという気持ちが優先し、試合に出ることにも消極的で、親から言われながらしぶしぶ続けていたようです。現在のファイトスタイルからは想像のしにくい幼少期といえます。意識が変わり始めたのは中学生の頃。友達が見ていたプライドや K-1 の過去の試合に触発され、自分も大きな会場でお客さんを沸かせたいと思うようになります。15歳の時に総合格闘技を開始。前田義郎選手、金太郎選手の所属する関西の名門バンクラス稲垣組に入門します。関西の総合格闘技アマチュア大会 JMMAF で経験を積み、その才能が開花。ヘッドギア、バウンドなしというアマチュアルールの中でもフィニッシュを意識し、寝技での一本勝ちを量産。アマチュアでは無敗の成績を残し、2020年11月にプロデビュー。ここから怒涛の快進撃が始まります。デビュー戦では1ラウンド開始早々にリアネイキッドチョークで一本勝ち。翌年4月の2戦目では1ラウンドからテイクダウンに成功して、マウントポジションをキープしながら強烈なパウンドで TKO 勝ち。2ヶ月後の連戦となった7月にはベテランの中村優太選手を相手に、1ラウンド中盤にスタンドのパンチによる TKO 勝ち。さらに2ヶ月後の9月にも試合を行い、元ヒートウェルター級王者、パンクラスの上位ランカーでもある高木健太選手と対戦。ここでも立ち上がりから左のパンチをヒットさせ、ダウンしたところをパウンドを浴びせ、最後はギロチンチョークで一本勝ち。デビューから1年未満で4戦4勝、全て1ラウンドフィニッシュというこれ以上ないレコードを記録。業界関係者の間でもこれは物が違うとの噂が立ち始めます。パンクラスで連勝を重ね、タイトルマッチ経験者でもある高木選手を下した時点で、当初見据えていたのはパンクラスのベルトでした。しかし圧倒的な勝利を重ねてきた木下選手にオファーをかけたのはライジンでした。ライジンの新コンセプトイベント、ライジントリガー、地域活性や発掘をテーマにした第1回大会が神戸で開催されることもあり、関西のスーパールーキーの木下選手に白羽の矢が立ちました。開催日の2021年11月28日はデビューからわずか364日。デビューから1年未満で国内最大の総合格闘技イベントに参戦することとなります。しかも相手はディープウェルター級現役王者の住村隆一郎選手。国内ウェルター級を牽引してきたトップファイターとの対戦。実績には大きな差がある相手ですが、中学生の時に触発された大舞台、さらにプロデビュー後は UFC を視野に入れキャリアアップを狙っていた木下選手。現役王者に全く臆することなく、事前のインタビューでも試合が決まったこと、勝てば自分の名前も評価も上がることに素直な喜びを表していました。またデビュー4戦のインパクトが強かったこともあり、業界関係者や選手の試合予想でも木下選手勝利の声が上がるほどの前評判の高さでした。試合は結果以上のインパクトを残すこととなります。1ラウンドパンチ、三日月蹴り、ローキックと打撃のプレッシャーをかけようとする木下選手に対し、慎重に距離を測りながら対処する住村選手。両者攻めどころを探りながら初回を終えます。
2ラウンド、組みつき、テイクダウン、バックコントロールを混ぜながら総合力で打開しようとする杉村選手に対して突き放す木下選手。スタンドでの攻防に余裕が出てきたか、打撃の圧力をさらに強めると追いかけながらの右の連打がヒット。杉村選手がダウンしたところにサッカーボールキックから強烈な踏みつけの連打。マットに頭を叩きつけられた杉村選手の意識が飛び、レフェリーストップ。背筋が凍るような恐ろしい KO 勝利を見せつけられましたが、踏みつけの際に金網を掴んでいたという反則行為が判明。公式結果は木下選手の反則負けという結果となり、記録上の無敗はここでストップ。しかしストップ前の攻防での優劣は明らかで、デビュー5戦目、木下選手がすでにこの階級トップの実力を持っていることは明白な試合となりました。仕切り直しの一戦はパンクラス。元ウェルター級キングオブパンクラシストの村山明宏選手と対戦。開始早々距離を詰めて組みつかれる形となり、バックを許してしまいますが、立ち上がりパンチで下がらせたところに左飛び膝一閃。ダウンした村山選手にパウンドを追撃すると、レフェリーが試合をストップ。1ラウンド1分48秒。衝撃的な KO で復帰戦を飾った木下選手は、パンクラスのベルトへの挑戦と UFC 参戦の野望をアピールしました。パンクラスのベルト獲得と UFC 参戦、この2つのマイクアピールに対し、チャンスが訪れたのはなんと後者でした。2022年8月30日ラスベガスで開催されるダナ・ホワイトコンテンダーシリーズへの出場が決定。コンテンダーシリーズは UFC のダナ・ホワイト代表が新たな選手をスカウトすることを目的とした大会で、まさに UFC の登竜門。この試合に勝利すると UFC との契約に限りなく近づくことができます。こんな早く UFC に行くチャンスが回ってくるとは思ってなかった。こういうチャンスをものにするのが俺、人生かけて戦う、見とけよと高まる気持ちと勝利への決意を表明しました。対戦相手はブラジルのホセ・エンリケ。名門ノバユニオン所属の若手実力者。州都ブラジル、 LFA などで戦い5戦無敗。木下選手同様に期待のホープで、日本国内の圧倒的実力が世界にも通用するのか品定めされることとなります。試合は序盤からスタンドでの打撃による真っ向勝負。木下選手はこれまで同様に強い圧力で積極的に攻めますが、エンリケ選手も右肘を当てて木下選手の左側頭部をカットさせ流血に追い込みます。一進一退の攻防、さすがにこれまでのように圧倒することはできません。最終3ラウンド、判定では分からない状況で木下選手は果敢にフィニッシュを狙います。エンリケ選手が狙ってきた右ストレートをかわし、すぐさまカウンターの左を炸裂。まともにもらったエンリケ選手がダウンすると、怒涛のパウンド連打。最後は引き離すようにレフェリーが割って入り試合終了。木下選手は勝利直後に絶叫すると、これもらったやろ、これがジャパニーズ MMA だと感情を爆発。試合を観戦したダナ・ホワイトは、 UFC は長い間失っていたものがある、それが日本のスターだと UFC 契約を即決しました。デビューから2年足らず、22歳での UFC 契約を果たした木下選手。今後は練習拠点をアメリカに移し、 UFC 神の階級であるウェルター級で修羅の道を歩むこととなります。将来性と可能性しか感じさせない彼が一体どこまで駆け上がることができるのか、大いなる期待とともに注目していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。